遠慮なくご質問いただければと思います。はい、じゃあそうしたら家永君にバトンタッチします。よろしくです。はい、はい、ということで、今ご紹介に預かりました立命館大学生命科学応用科学科の4回生の家永といいます。どうぞよろしくお願いします。で、すいません、まず最初にお断りしておきたいんですけど、まあ、今日来られているのはもう教える側のプロの方々なので、もう僕の教え方はもう本当に下手で、もう素人が指導のもどろしながら喋るので、そのあたりはちょっとご容赦いただきたいのと、あと、ですね、まあ、通常だったら質問とか質疑応答っていうのは最後に取るものだと思うんですけど、まあ、今回は例えば実際にそのパソコンだったりソフトウェアを触りながらのお話だったりするので、適宜その場で突っ込んでください。で、もう手挙げてちょっと待ってとか今のもう一回言っていただいたらその場で戻りますので、どうぞ適宜もう遠慮なく、まあ、気軽にどうぞディスカッションをどんどんしたいと思いますので、そのあたりよろしくお願いします。ということで、まあ、1回目3回連続講義の1回目になります。1回目は、まあ、主に動画の撮影編というところをしたいと思います。で、まあ、さっき木村先生からお話があったと思うんですけども、今回は3回を通して、まあ、動画教材を、まあ、特別なプロ用のツールを使ったりとか、あるいはプロの業者に依頼したいということをせずに、セルフで、まあ、お手軽に動画教材を作ってみましょうというのが今回の目標になります。で、今日はその第1回目ですので、まあ、動画教材の紹介は今先生していただきました。で、僕がお話しするのはここで撮影のノウハウについてお話ししたいと思います。で、次回は1ヶ月後に編集編についてお話をして、最後3回目に出来上がったものを、まあ、皆さんでシェアして見てみましょうということとまとめをしたいと思います。でですね、まず最初に動画教材は、メリットとデメリットが両方ありまして、まず一つ目の、まあ、いろんなタイプがさっきあったと思うんですけども、それぞれに共通するメリットとして、まあ、一つは、まあ、見る側からすれば場所だったり時間だったりを全く気にせずにその教材を得ることができる。で、もう一つ提供側からすると、まあ、それを、まあ、主に自分の大学の例えば、まあ、自分の学校の学生だけでなくウェブを通して例えばそれを学校を超えて見ていただいたりとか、それこそ、まあ、共通的な英語のような言語を使えば世界中に配信することもできる。で、なおかつそれをウェブ上に保存することで持続的に一定のクオリティで提供できるっていうのが動画教材のメリットの一つかなと思います。で、もう一つは2回目でご紹介するんですけど、編集という工程を挟むことでその撮影した時よりもその講義の完成度をよりアップさせることができます。例えば、まあ、ミスとか全て消すことが基本的にできますし、あるいは講義中に言えなかったこととかを編集という過程で補うことができます。で、その一方でなんですけども、まあ、デメリットもちゃんとありまして、まあ、一番はここですね。とにかく手間がかかると。で、一つは撮影の準備であったり編集という工程、もう膨大な時間がかかります。で、まあ、もちろん来れば来るほどその教員の方ご自身でまあするのが難しくなってくるので、専用のスタッフであったりとか、あるいは機材であったりとか、当然それに見合うコストがかかってきます。で、もう一つは、まあ、動画教材は基本的には見る側の人とその提供する側の人っていうのは面と向かって話をするわけではないので、なかなかインタラクティブになりにくい。どうしてもその例えば学生がどういうリアクションをしながら授業を聞いてくれてるのかなっていうところのフィードバックをどうやっているかっていうのは難しいかなと思います。で、そのあたりはだから適宜アンケートを取るであったりとか等で、まあ、補うことはできるのかな。ということで、ですね、まあ、半分、僕の自己紹介も兼ねてるんですけども、僕は、立命館大学の生命科学部の出身というか、まだ在学をしています。で、この生命科学部と薬学部でもう一つあるスポーツ健康科学部では、多分先生方それぞれ共通してご存知だと思うんですけれども、まあ、木村先生だったり中心になって進められているプロジェクト発信型英語が行われています。で、このプロジェクト発信型英語の中では、まあ、教材に限らず動画を積極的に取り入れてまして、
まず目立ったところの一つは学生の優秀な発表を YouTube 上で公開して、で、まあ、幅広くシェアをしていただきましょうというところが一つで、先日ですね、あの YouTube ライブのアカウントがあるんですけども、そちらであの前期のセメスターの最終発表会、これポスタープレゼンテーションだったんですけど、これを YouTube ライブで配信をするということをしました。で、これおのおの確か100名ずつ程度確か見ていただけたと思っています。で、もう一つは先ほど木村先生からご紹介がありました反転授業、P0 という科目なんですけども、この P0 の配信を行っています。で、僕は主にこの P0 の配信のところだったりと、あと授業の収録のお手伝いをさせていただいています。で、今日はまず、どういうふうにこの動画教材作られていくかというところをお話ししたくて、で、その例としてさっきの P0 を例に取り上げたいと思います。で、主に動画教材を作成するのは4つの工程に分けられます。1つ目は使う教材の準備のところだったり、流れの確認、脚本だったりというところの準備段階が1つ目です。で、2つ目は実際の撮影ですね、収録です。で、3つ目それの編集があります。で、最後、もしウェブ上に配信するんだったら配信のアップロードが入ってきます。で、それぞれ分けてまずお話をしたいと思います。まず収録なんですけども、どういう収録を、僕だったり木村先生がしていたかというと、これ大学の教室なんですけども、左側にあの70インチの大型の電子黒板、ディスプレイを置いてます。で、その左右に先生と、アシスタントの学生一人ずつ立っていただいて、で、その後ろで業務用のカメラを回しているという形です。で、先生とアシスタントの人2人にはそれぞれ有線のピンマイクをつけていただいて、で、それで音も取りながらやっていますという形です。で、これは、出演者が2人で、撮影が1人で、撮影のアシスタントが1人の合計4人でやっていました。で、次編集なんですけども、編集はどういうことをするかというと、まず撮影したデータの取り込みですね。で、それの、各種補正だったり修正という作業があります。で、もう一つ、ずっとビデオは回しっぱにしているので、いらないところをどんどん削っていくトリミングと呼ばれる作業があって、最後書き出し、要は、編集ソフト上で見ているものから、一般のパソコンで見れるようにデータ化する作業が必要になってきます。で、これは基本的に編集者っていうのは僕一人でやっています。で、必要なものとしては、僕の場合なんですけど、このノートパソコン1台に、Adobe という会社の Adobe リーダーとか有名だと思うんですけど、その Adobe から出てます Premiere Pro っていう、年間のサブスクリプションをして4万8000くらいのそういうソフトがあるんですけど、それで編集をしています。で、デジタルのデータなので、いつパソコンが壊れてしまったりとか、あるいは、盗まれてしまったりということもあると思うので、ちょっと不安なので、データのバックアップのハードディスクを、自宅に2台とあと学校に1台用意して、で、撮影した元のデータであったりとか、その書き出した後の完成品のデータをそれぞれ保管して、もし何かあっても修復できるようにということをしています。で、すみません、はい、その編集なんですけれども、一つの授業にどれぐらい編集時間、後でお話はするんですけど、この P0 っていう授業だと、それぞれお話すると準備で大体その1時間くらい、2時間くらいかけて、で、スライドを作ったりとか、進行の確認、その先生とアシスタントの学生で打ち合わせをしたりっていうのがそのくらいあります。で、収録は大体1時間から1時間半ほどかけています。で、この P0 で作っているのは、大体10分×3本か10分×4本で一連でつながる30分か40分の講義なので、これを編集するのに大体、ちょっと週にもよるんですけど、最短で3時間で、最長で、5時間6時間くらいは、休憩入れながらだと5時間6時間くらいはかかる
ています。結構な手間です。トータルでまあ頑張ればまんまる1日使うような作業になってきますということでよろしいでしょうか。はい、ということで、まあ、割と時間がかかっています。で、教材例として、まあ、さっきの P0 があるんですけども、まあ、さっき一応ご覧いただいたのでまたご覧になりたい方は YouTube であのプロジェクト発信型英語の方にアクセスしていただいてご覧いただければと思います。でですね、まあ、さっきもお話ししたんですけど、まあ、30分の講義を作るのに大体これだけの時間がかかっています。で、まあ、どのようなタイプの動画教材を作るにしてもおそらく準備にかかる時間と配信にかかる時間というのはプロであろうと素人であろうと全く変わらないと思います。ほとんどやってることはこの準備にかかる時間配信にかかる時間というのは実質先生にやっていただいていることなので、まあ、そんなに大差は出ないかなと。で、まあ、注目したいのはここなんですね。収録と編集やっぱりここが目立って時間がかかっている。で、まあ、これ実際360分かかっててまあ長いですよね。で、もし教員の方お一人お一人が自分で動画を撮って自分で編集で自分で公開されるってなったらまあ無理でしょうね、こんだけの時間を。でそれこそ例えば大学の、まあ、講座講義として科目としてあったとしたらそれが15週続く。だから15週こんだけのことができるかったらまあまず無理でしょう。なので今回まあ10分の講義を実際に作っていただきたいと思います。で10分のその動画の中でどんだけの時間をかけるか、撮影に30分でそれの編集に60分、合計90分でお手軽な動画教材を作っていただこうというのが今回の目標です。すごくシンプルで早く作れるものを目指したいと思います。で、まあ、とにかく、まあ、手持ちのものお手軽にできるもので作りたいということを目指しています。なのでまず何から揃えたらいいかというところなんですね。収録の、まあ、最低限これがあればできますよというものとして2つ考えました。で、1つ目はもうすごくシンプルです。スマホかタブレットの内蔵カメラで撮れますというか撮れるようにします。で、もう1つはですね、まあ、お手持ちのノートパソコン、ラプトップで可能です。で、Windows と Mac がまあ主だって2つの OS があると思うんですけども、それぞれにフリーの編集ソフトがまあ Microsoft と Apple から用意されています。で、Windows は Windows Movie Maker があります。で、Mac は iMovie がありまして、でそれぞれフリーで、まあ、元からアプリインストールされているか、あるいはそのそれぞれメーカーからダウンロードすることができるようになっているはずですので、またご確認いただければと思います。で、まあ、これ2つあれば最低限作ることはできるんですけども、ちょっと動画のクオリティをこれよりも少し上げてみたいと思います。で、何を使うかと言いますと、まずあれちょっと確認を取ってみて、皆さんどれぐらいスマホ、はい、タブレットをお持ちなのか。あ、すいません、スマホタブレットをお持ちの方は挙手いただいてもいいですか。持ってないでしょ、少ない。ミキ先生はフィーチャーフォンですか。今日持ってないご自宅にはタブレットがあります。あ、わかりました。皆さんお持ちというと、はい、ということで、そのスマホかタブレットをのその内蔵のカメラの標準の動画撮影機能だけでいきたいと思います。で、今日はまあ例として Apple の iPhone 5を使って説明したいと思うんですけども、大体各メーカーで差はないです。その例えば使い方であったり機能の差は。で、もし Android を使いの方がいらっしゃったら、多分 iPhone、iPad よりはちょっと凝ったマニュアルの設定であったりもできるかなと思います。ということで今日は iPhone を使いたいと思います。で、2つ目として、まあ、あれば便利な周辺機器で、これは、まあ、iPhone につなげばスマホにつなげば動画のクオリティが上がりますよというものです。で、ちょっと今日実際にというかさっきヨドバシカメラに買ってきたんですけど。あ、先買ってきたんだね。いや、これは先週買って、これはつい3時間前に買いました。ですね、まず1つ目が外部マイクと呼ばれるもので、こんなものなんです。すごいちっちゃいですよね。で、
これはまあどう使うかというと、まあ、これはスマホのイヤホン端子にそのままこの感じで挿します。でこんな感じで挿していただいた、特別になんかこのマイクを使うようなアプリが必要なわけでもなくて、普通にあの内蔵のビデオの機能であったりとか、あとは何ですかね、あのボイスレコーダーの機能であったりとかでそのまま使うことができます。でこういう外部マイクを使うとどういうメリットがあるかというと、あの通常の携帯電話だったり、そのあるいはパソコンに例えばスカイプとかするためのマイクって入ってますよね。そういうマイクってその向きが広めに取られていて、どの方向から喋っても音が取れるようにできていたりします。でそうすると、まあ、どういうことが起こるかというと、当然その喋ってる、例えば自分の喋ってる声を取った時にその声は入りますけど、その周りにある、まあ、俗に環境ノイズと呼ばれるものも一緒に拾ってしまいます。例えば今だったらエアコンと換気扇が回っているこの音当然拾いますし、あとはなんかこういうサラサラとした音であったりとか、ちょっとしたノイズは本当に入ってきます。でこういうものをカットするだけで動画のクオリティってすごく上がります。で多分動画教材って実際視聴する場合はほとんどの人が自分のスマホだったりタブレットだったりあるいはラップトップを使ってイヤホンを聞いて聞くことがほとんどだと思います。で特に学生が視聴するようなことを想定した場合はそういう環境がほとんどかなと思うんですけど、最近のイヤホンって結構安物でも優秀なので、そういうノイズとかってすごくよくわかるんですよ。なのでどっちかっていうと動画のクオリティよりも音のクオリティの方が見る側は気にします。なので音のクオリティが上がるだけの動画のクオリティは1段2段と一気に上昇して見えるので、こういう手軽なものは使うべきかなと思います。ちなみにこれはですね、確かヨドバシで2799円とかだったのですごくお手軽に買えますし、でこういうマイクって各メーカーがそれぞれ出してまして、なんか業務用のマイク、プロが使うようなマイクを作ってるメーカーが例えば iPhone の、 このライトニングの充電端子につなぐタイプのものだったりとかが、まあ、1万円弱で出てたりとか結構何種類かあるので。値段の違いは何の違いになる？実質コストですね、うん、で例えばこのマイクはちょっと見にくいんですけどスイッチがローと入ってあります。でこれは要はまあ、周りの音がというかその取りたい声が遠かったりちっちゃかったりしたらローからハイに切り替えたらよりいろんないっぱいの音が取れますよ。でこういうふうに近ければ、まあ、当然ハイにしたまま大音量で喋ったら、あの音が割れるって言ったらお分かりいただけますかね。その音量入力過大になってしまうのでローに下げてやるっていうその切り替えだけなんですけど、そのもっと上等なマイク、例えば今ここに出させていただいているマイクとかになると、例えばその音の入力レベルを自在に変えることができたり、あるいはこのマイクだと、まあ、マイク その向きを指向性というんですけども、そのマイクの向きの指向性がだいたい100度くらいに限定されてるんですけど、上等のマイクだとこれを多分60度に狭めることができたりとか、もっと広くしたりとか、あるいはこのマイクだったら取った音はモノラルに、要は L も R も同じ音が聞こえるんですけど、それをステレオで取れるようにしましょうとかっていうふうにもっと多彩な機能が自在に変えられるように搭載されていたりします。なのでどういうことをしたいっていうニーズに合わせて選んでいただけたらいいのかなと思います。でもう一個質問ないけど、はい、イヤホン端子にそれを入れるんでしょ、はい、イヤホン端子って音が出ていくイメージがあるので、はい、なんか出力かなと思うんやけど、はい、マイクはこれ音を入力するじゃないですか、はい、そんなもんなんですか、入出力同時対どっちもいけるですね、ちょっとすいません、 Windows のラップトップは今わからないんですけど、おそらくあの何て言ったらいいんですかね、あのスマホについてるイヤホンマイクってあるじゃないですか、はいはいはい、あれの端子って結局これですよね、うん、でここにあの筋が3本取ってるんです。でこの3本何を表してるかっていうと L と R とマイクっていうその接点がそれぞれ3つ取ってるんですよ。で実際にこのスマホのインプット側にもそのこれには筋が3つ通ってて、要はイヤホンも入れられるしマイクも入れられるようにちゃんと仕様が設計されています。で多分 Mac もそうなんですけどですね、はい、これイヤホンのマークがついてるんですけど、実はこれマイクも入れることができるように、これ意外と、ね、知らない
ですね。あの僕は7年前くらいから Mac 使ってるんですけど、その頃はあのイヤホンとマイクの入力別々だったんです。昔の Windows も書かれてましたね。はいはい、でなんか例えば Windows だったらなんか緑の穴とピンク色の穴みたいな感じで表示されてて、そうそうでまあそれが、まあ、すごい見にくかったのを覚えてるんですけど、まあ、今はもう一つの端子になってしまってるので、でちなみにこれ入れるじゃないですか。入れたら自分で撮りながら例えばイヤホンで音確認したらどうやって聞くねんと思うじゃないですか。ここにねイヤホン用の端子がもう一個ついてて例えばこう喋りながらイヤホンつけたら自分の声がちゃんとフィードバックされて確認できるように。それはもうノイズがだいぶリダクションされてるクリアな音が聞こえる。はい、聞こえます。なんで、もし後で試してみたい方いらっしゃったらお貸しするので、ご自身のスマホなりタブレットなりつないでいただいて、あ、 Mac でもいいと思うんですけど Windows でもいいと思うんですけど、つないでいただいてでイヤホンつけて聞いていただいたら結構クリアです。でもう一つですね、ミニ三脚っていうものをご用意しました。なんか変な形してるんですけど、これはですねこうアームが自在に記憶形状に曲がるようになってまして、しでこれで足を立てて上げまして、でこのスマホを引っ掛けるホルダー部分がこうバネで伸縮するようになってて、でこれを伸ばしてやって、しょ止めると、はい、こんな感じで固定することができます。でよくなんか携帯で動画を撮るときになんかテーブルの上に直置きしたりとかっていうことがよくあったり、あるいはもうそれを手持ちで撮ったりということもあると思うんですけど、手持ちは確実にやめた方がいいです。でテーブルに置くのも角度が変えられなかったりとかするので、やっぱりちゃんとした、まあ、安物でもいいのでこういう三脚という形のものがあればいいのかなと思います。でこれはですね、僕最初想定価格で1000円から8000円って書いてたんですけど、これ1000円切ってました。990円でした。でこれヨドバシでもその向かいのビッグカメラでも売ってるので、まあもしご興味おありならこの後お買いに行って買って帰ってこの研究会は大体終わった後ヨドバに行ってヨドバシに行って恒例になってますから、ね、もしヨドバシ行かれるんであったら僕ツアーでご案内しますいいかも部会ご一行様で確かねまだ20個くらいだいぶあったと思うのでここの会の方全員帰るくらいは残ってるかなと思います。ですからその板書型の動画教材を作られる方には必須とも言える三脚っていうのが、はいはい、まあ別に教材作るだけじゃなくてそれこそ普段から授業の収録であったりっていうのも全然使えますし、近藤先生もP の授業の英語 P の授業の、はい、でしたよね確か、はい、そうですね、やっぱあれ便利ですよね、あると便利ですね、はいはい、ただ教室で撮るんやとそれやとちょっと小さめやっぱでかいでかいやつ、ああもうちょっと大型のものですか、はい、でまあ三脚の性能とか質っていうのは割と値段に比例しますので、もっといいものを求められるんだったら値段もその分上がっていくかな。とんでもない価格の三脚もありますよね、はい、カメラ買えるやんというような値段も、僕手持ちの業務用三脚があるんですけど定価が定価12くらいします。でそれはもう三脚自体が 7-8 キロくらいあるようなすごいそれこそプロが持ち歩いてるような重いやつなんですけど、でまあそれを当然使うこともできて、なんかそういう三脚って普通カメラ載せるときにお皿って呼ばれるその三脚とカメラをつなぐプレートがあるんですけど、あれをスマホ用にこういうホルダーに変換して付けれますよっていうのもあるんですけど、でもまあ大体スマホを使うのであれば1000円台の三脚で十分ことは足りるかなと思います。でこういうテーブル上に載せるものだけじゃなくて足が 1.5 メーターくらいまで伸びるものもちゃんとありますので、まあ、用途に応じてお買い求めいただけたらなと思います。でですね、じゃあ実際にこういうスマホであったりこういうマイク三脚を使って、まあ、いざ撮影をするときどういうことに気をつけたらいいか、結構いろいろ細かいポイントがあって、でそれらをクリアするとこういうその、まあ、チープなものを使っていてもそれなりの見栄えが良くなります。で
どういうことに気をつけたらいいかというと、まあ、いくつかジャンルが分かれているんですけど、まず一つは場所ですね、環境です。で、最低限気をつけていただきたいのはこの2つです。もう部屋をできるだけ明るくしてください。で、できるだけ、まあ、夜はよりは日中の方がもともと部屋の明るさは明るいのでいいかなと思います。で、もう一つは音なんですけど、まあ、今も、まあ、この真夏なんでエアコンがガンガン入ってるんですけど、エアコンの音とかはできるだけ入れない方が、それに越したことはありません。ただまあ夏場なのでもう入れざるを得ないのは仕方ないかなと。で、僕と木村先生でやってた P0 も夏場はもうシャーなしエアコン入れてたんですけど、ただやっぱりエアコンの音でちょっとは乗るんですよ、ガーっていう音が。で、それはもう編集で特定のその音を指定してそれだけ省くようなことができたので、まあ、それをしていました。でですね、次カメラですね。カメラは、まあ、どういう授業の仕方をするかにもよるんですけども、例えば、カメラの前でその講師が喋ってる、そういうものをする場合は、まあ、被写体の正面に必ずカメラを、要はスマホですね、スマホを置いてあげましょうと。で、もう一つは、まあ、高さをできるだけ顔の正面まで持ってきてあげたいんですよ。例えばこういう下からだったら見上げるような画角になりますよね。じゃなくて、できるだけ高さを上げてあげて、正面、大体最低限胸の高さくらいまで持ってきてあげると、その人だけじゃなくて、その背景にもし番書等をしていたら、それがすごい綺麗な正面から見やすい形になるので、そのカメラを置く位置を考えたいなと思います。で、もう一つは、例えばこう撮った時に、そのままポンって置いただけだと、そのカメラに映る映像ってすごく傾いてたりとかすると思うんですけど、それをまあ、なんていうんですか、ちゃんと正面向きに傾きがないようにするのを水平を取るという言い方を僕はするんですけど、その水平を取るのは三脚のアームを調整してあげて取ってもらうんですけど、この時にどう揃えたら、どう動かしたら水平が取れるねんっていうのがきっとあると思うんです。で、後でちょっと実演するんですけど、例えばこの環境っていう意味でこの教室を見渡すと、結構直線がいろいろ張ってるんですよ。例えばこういう壁の線であったりとか、窓枠、スクリーンの枠、あるいは白板の枠っていうものがあるので、こういう線をその画面の縁に合わせるようにすると水平がきれいに取れたりします。で、まあ、それに合わせてなんですけど、その水平を取ったら次は構図というものを作ります。基本的に、まあ、今回だとお一人で作っていただく教材なので、カメラワークを固定するようなことだと思うんですけど、じゃあ何をどの位置に持ってきてどう写すかっていう、まあ、これを構図を作るというんですけど、この構図をどうやって作るか、どう、例えば画面の中のどこに人を置くか、どこに背景を置くかっていうのはちょっと難しいので、これは後で代表的な構図の作り方を実例と交えてご紹介したいと思います。で、次がですね、すみません、ちょっと順番が入れ替わりました、ホワイトバランスと明るさをロックするっていうのがあるんですけども、これもまたちょっと実例交えてお教えします。5つ目がですね、画面の四辺 10% か 15% 程度の余白を設けましょうと。この余白を業界ではセーフティーゾーンという言い方をしたりするんですけど、要はセーフマージンを設けないと、例えば画面のカツカツに人がいたりとか、板書がギリギリまであったりすると、その視聴するデバイスによっては縁をちょっと切って出したりとかするものがあったりするんですよ。ブラウン管時代のテレビとかご存知の方って、結構縁が切れてたりとかいうのってあったと思うんですよ。で、そういうことが、まあ、動画、ウェブで公開するような動画だったら何で見るかは分からないので、そういうことを想定してちょっと余白を四隅に、四辺に設けてあげましょうということをします。ということで、ちょっと実際に実演をしてみたいと思います。
これ僕の iPhone が今そのまま映ってるんですけども、うんうん、すいません木村先生ちょっとモデルになっていただいてもいいでしょうか、はい、でちょっとじゃあこれでもちょうどこのところもあるので、はい、まあ木村先生が例えばこの白板の前で授業する様子を撮るっていうことを想定した場合ですね、まずまあすいませんちょっと今高さを稼ぐものがないんであれなんですけど、カメラ被写体の正面と同じ高さに持っていきます。なのでちょうど先生の胸のと同じ高さで正面に持ってきてるっていう感じですね。で2つ目が、黒板や壁の線を目印に三脚で水平を取るということなので、この辺そうです。iPhone とか iPad ってこうグリッドが入ってるんですよ。この線ですね。はい。この線ですね。で、このグリッドに例えばこの上側のグリッドにこの白板の上の縁を合わせてやるとこんな感じになります、ね。で、まあ、このままだとちょっと余白ができるんでちょっと下げてやってこんな感じにすると綺麗に水平が取れましたと。で、次。ホワイトバランスの明るさをロックするというのは、通常こういう内蔵のカメラって例えばフォーカス焦点であったりとか明るさであったりとか、あとホワイトバランス色温度をこう全部をフルオートで撮ってるんですよ。でこうフルオートで撮るとどういうことが起こるかというと、例えばフルオートで撮りました、で人がこの中で画面の中で動きましたということがあると、まあ、往々にしてフォーカスが迷うっていう言うんですかね、ボケたりそのどこに合わせようかカメラが分からなくなってしまうっていうのが結構起こるんです、うん、なのでフォーカスはできるだけ固定してあげた方がいいと。で明るさもその被写体が動くとその画面の中に暗いものと明るいものがきっと分かれてるので、それが動くことによって明るさを どれを基準に明るさを取ったらいいのかっていうのはカメラが迷います。でそのホワイトバランスの合わせ方も同様にカメラが迷ってしまうので、基本的に固定値を設定してあげたい。ですいません、ちょっとアンドロイドの方いらっしゃりますかね、この場で。あ、アンドロイドですか。多分アンドロイドも同じやり方でいけると思うんですけども、うん、じゃあ今この場にいらっしゃる方でほとんど iOS、ね、iPhone、iPad ですね。でしたら、合わせたいものに向かって画面をこう長押しするっていうのがあるんです。うん、はい。でこれをすると画面の上側にAE、AA ブロックをオートエクスポージャーとオートフォーカスロックっていう機能が実は内蔵されてまして、でそうするとこれフォーカス常に絶対この木村先生の顔に狙い続けて明るさも木村先生の顔で基準になっていくっていう機能があります。で例えば場所を変えてみますね。例えばこの下側に椅子あるじゃないですか、ちょっと暗くて見えないですけどこの椅子に合わせる。お、そしたら今この椅子を基準にしてるんですけど、そしたら部屋の下にあって照明当たってなくて暗いので、これを基準にしたら当然めっちゃ明るくなります。でさっき木村先生を狙った時に暗くなったのは多分先生が白のシャツを着ていらっしゃるっていうのもあって、でそしたらこの白が白飛びしないような明るさに調整するのでこの明るさになります。なのでこの AE と A フロックっていうのは、まあ、絶対に使うべき機能の一つです。これを使わなければ、まあ、iPhone 買って人損してると言ってもおかしくないくらいの機能だと思います。知らなかった、はい、これね、確か iPhone4 から入ってる機能、なるほど、ね、iOS の5から載ってたと思います。うまい、ちょっとこれどうなの、はい、検討ですね、こう合わせると、はい、これでロックされてるんだけど、いや、そのなんていうんですかね、顔認識と違って、あ、違うんだろう、ずっと大化けではないんで、あ、そうなの、はい、だからこの顔、この顔の例えばこのフォーカスを合わせたところの明るさと、フォーカスをずっと固定値のまま、うん、なので例えばこうカメラをずらしていったりとかしてしまうと、うん、そうか、だいたいこの辺に合わせてるってことなんですね、はい、そうなんです。 なんでここで木村先生にもしフォーカスを合わせていたとしたら、僕はこんだけ下がると、多分スクリーンの真正面くらいに今フォーカスがぴったりあるように。ああ、なるほど。ああ、分かった分かった。被写体とカメラとの物理的な距離は絶対変わらないんで。なので明るさもさっきのとこでこれで合わせてしまったので、ここに持ってきても
明るくならないんです。わー、なるほど、わかったわかった。はい、逆にここで合わせたら明るいまんまになるってことね、露出が。もっとわかりやすい話をすると、うん、仕事をします。例えば何かもっと他に何か絵本ないんかよ。何かに、ね、あればいいんですけど、ちょっと待って、俺の時計でも写すな。今すごく近いものでフォーカスを合わせたんですけど、うん、当然ここからここの大体20センチくらいの距離でフォーカスを合わせるように設定したので、こう向ければあのぶっちゃぼやけると、ボケボケです。これでだから20センチくらいで接写モードでロックされてるってこと、はいはい、なのでここで合うようにできてるんです。なので当然ずらせばボケていきますし、明るさが変わることもない。なるほどね。なのでぜひこの AEA フロックは使ってみてください、うん、今日の目玉の一つです。で、次ですね、画面の四辺に余白を設けるということなんですけど、例えば今僕自然と余白を作ってしまってるんですけど、目いっぱい近づいてみたとして、うん、先生ギリギリに置きました。で、白板もこうギリギリに置いたとして、したら、まあ、どこに板書するかって言ったら、まあ、当然端から使われると思うんですよ。ただ例えば隅っこに板書されたとしたら、なんかこういうところがありますか。ペンが、すいません。あ、ケーブル。ペンね。なんかペンって毎回借りてたような気がする。あ、じゃあなくてもいい。じゃあ仮にこういう意味で書きました、はい、書きましたとしたら、画面のめっちゃ隅っこに今ボード消しがあります、うん、で、当然これにこう置いてしまうと、もしかしたら見るデバイスによっては四隅をちょっと切って拡大して表示するようなデバイスもありえると思うんです、まあ、テレビなんかは割とそうで、例えば撮った時の画角 100% 出すのでちょっと拡大して 105% くらい出すっていう設定してるテレビってすごい多い。そしたら四隅に実際置いてたら、これ例えばテレビで見たら端が消えてしまって、こんな感じで見えたりとかします。なのでちょっと余白を残しておく。で、余白を残すもう一つの理由は、まあ、当然撮影時に水平を取ったりとか画角を調整したりということはちゃんとするんですけど、もしかしたらこう傾きとかずれてしまうこととか当然起こりうると思うんですよ。そしたらずれてしまった角度をどうやって直す、できたら直して見せたい、そしたら編集でちょっと拡大して、で傾きを直して拡大をして、そのいらない部分を切るっていうことをするので、そしたらそれ用のマージンを当然確保しないといけない、うん、っていうことで大体四隅 10% か 15% 程度は残しておきましょうということをします。そういう不足の事態に備えての遊びの部分も残しておいた方がいいってことですね。で、まあ、今はデジタルの時代なんで、デジタルの動画の時代なんで 10% くらいで、まあ大体どうもないんですけど、すいません。昔テレビが16対9じゃなくて4対3のハイビジョンになる前のアナログの時代だったら、このマージンは 20% は取っておきなさいって言われました。正方形テレビの時代ですはい、そうです。で、あれはブラウン管のテレビに映したら絶対 15% は切れるようにできてたんですよ。どのメーカーも絶対そういう設計にしてマージンを取ってたの でそれがデジタルになって、まあ、確実に情報が劣化せずにテレビに送れるようになったっていうので、まあ、大体 10% くらいのマージンで対処できるだろうということで、まあ、10% は余白を設けてあげてください。で、最後構図の作り方ですね。さっき画面にとりあえずその白板目いっぱい写して、そこに木村先生が配置するような作り方をしたんですけど、じゃあ実際どういうこのセオリーにのっとってどこに何を置くかっていう作り方って、とりあえず取ればいいやっていう取り方をすると、まあ、いらないものがいろいろ入ってしまったりとかするので、まあ、どういう置き方をしたらいいか、すみません、ちょっと言葉がちぐはぐなんですけど、どういう取り方をしたらいいかっていうのを代表例を交えてご紹介したいなと思います。で、まあ、どんなもの、その人であったり風景であったり、あるいは食べ物を取ったり、どんなものであっても
写真だったり映像をやる人がまず最初に教えられるのは3分割法と呼ばれる方法です。で基本的にはこのやり方を使えばオールマイティどんな場面でもどんなものでも対応できると思います。で2つ目はこの3分割法をちょっと応用した5分割法と呼ばれるもので、これは後で実例交えてご紹介するんですけど、3分割法よりはちょっと背景がより広く見せられたりとか、まあ、全体的にダイナミックな見え方がしたりライブ感が出るような見え方がしたりっていうことがあります。で3つ目は日の丸構図と呼ばれるものがあります。で4つ目は黄金比を使った構図の配置の仕方っていうのがあります。でそれぞれご紹介したいと思います。まず1つ目3分割法と呼ばれるものなんですけども、これはですね、まあある人がポスター発表をしていて、でそのポスター発表の様子を撮るという想定で作ったんですけど、3分割法というのはこの画面の各辺を3等分して、その3等分した点と点をこうグリッドを配置して、でその線上あるいは交点に移したいものを置くっていうやり方が3分割法と呼ばれるものです。例えば今だったらこの発表者のプレゼンターの顔の中心にこの交点を持ってくるっていう置き方ですね。で、ちなみになんですけど、この彼女の、まあ、右手がちょうどこの線上に乗るっていうのもこれも計算して配置をします。でこの3分割法は今だったら1人だけなんですけど、複数にいる場合でも例えば3分割法で使えて、例えば僕と木村先生がこういたとして、で3分割でこう取るっていうやり方もできます。例えばこのこれに僕と木村先生がいる想定をしていただいて、でここに僕がいてここに木村先生がいる、そしたら左と右の線上にそれぞれ乗っかってるというような取り方もできます。で3分割法を使うと基本的に、まあ、その映ってるもの自然と目がそこに行ってっていう自然誘導ができるようになっているのと、あと全体的に安定した見え方をします。なので、まあ、今回みたいな教育用途の動画っていうのはすごくおすすめできる撮り方です。だからiPhone の先ほどのカメラのグリッド線だとに合わせていただくとちょうどいいかなと。3分割法になってました、はい、でこの3分割法を応用したものが5分割法と言われるものなんですけど、ちょっとどう変わったかっていうと、人がまずちっちゃくなったのはお分かりいただけますかね。さっきの人だったらだいたい下側をその人の胸で合わせてました。これバストショットという言い方をするんですけど、バストショットで撮ってたものを次は腰下で合わせるようにしました。そうすると当然人はちっちゃくなります。で背景がすごくさっきのポスターよりも広く広範囲に見えるようになりました。っていうのを5分割法という見せ方です。なので、まあ、どういう背景に何を持ってくるかによって考えていただけたらいいのかなと思います。なので、例えば5分割法で背景に板書をしている。そしたら5分割法だと当然板書全体を見渡すことができます。で3分割法にするとある程度背景拡大されるので、まあ、要所要所でピックアップしたいところだけを見せることができます。っていうのが3分割法と5分割法でした。で次が日の丸構図と呼ばれるもので、ちょっと人物が例じゃなくて申し訳ないんですけども、これはもうそのままで画面があって、画面を国旗に例えてその真ん中に持ってきたいものがあるから日の丸構図っていう言い方をします。で日の丸構図の利点は何かといいますと、大体画面を見たときに見る人の大抵はまず目線が自然と中央に行くというのが、まあ、統計的に証明されてまして、まあ、とりあえず真ん中に目線を誘導させて見せたいものがそこに見せることができます。ただ白板を映すことを想定してその真ん中に人を持ってきてしまうと当然背景隠れて何も見えないというのと、あと日の丸構図の、まあ、これを顔に例えていただいたらいいんですけど、顔があってこの下に体があればいいんですけど、そうすると余白が結構あちこちに空いてて、でこの余白が微妙に隠れて見えない余白なんですね。なので全体的に画面に無駄が発生します。なので
見栄えが単調になったり平凡になる一因になってしまったりするので、あまりおすすめはできない写し方かなと思います。特になんか人を複数に置いたりとか、人と物を組み合わせて、あとは人と背景、黒板を組み合わせて撮ったりする撮り方では基本的には使えない撮り方だと思います。でもう一つ、あの黄金比を使った撮り方っていうのを、まあ、ちょっと余談でご紹介したいなと思うんですけど、まあ、黄金比は美しいってよく言うと思うんですけど、まあ、実際その通りで、その安定した見え方と黄金比っていうのは一致するんですね。で例えばこれ海を撮ってて、海岸を撮ってて、で日太陽がここにあるんですけど、こうまず横の辺、どういうことをしたかというと、横の辺を 1.6 と1で割って、でここ線引きました。でこの線をまた 1.6 と1で割ってっていうのは延々と繰り返していくと、最後ここに太陽が自然と来るんですね。でこうすると見え方が綺麗ですよっていうのが黄金比の使い方です。もう一つ、これも、まあ、人を2人撮ったんですけど、これも黄金比が使われていまして、そうですね、まず何をしたかというと、あのとりあえずバッテンを書くんですよ、画面にこの頂点と頂点を合わせるようにバッテンを2つ書いて、でバッテンを書いて、すみません、ちょっと、ここ対角線を描いて、はい、対角線を描いて、でそれと合わせてこの各辺を1対 1.6 に割った線を引くんですよ。そしたらその線と対角線の交点に物を持ってくると綺麗ですよっていう、まあその理論としてはすごい複雑なんですけど、で僕もあのこれをわざと意識して撮ったわけではなくて、自分で感覚で見てこの写真綺麗に撮れたなって思って、まあ後で線引いて分析してみたら、ちゃんとこういう見え方になってましたよっていう、まあ、結果論の後付けなんですけど、でもやっぱりこういう黄金比を使った構図の配置の仕方をすると綺麗に見えるそうです。なるほどね。なんかその左のやつはいわゆるそのフィボナッチ関数 の、はい、この渦巻きになって収束していくていう、はい、そうですやつですよね、はい、フィボナッチ数列か、はい。でまあ、実際にこの例えばこっちの右の黄金比使ったものって、さっきの三分割法の構図にほぼ近いんですよ。三分割の構図を使って交点に物を持ってきたものに、まあ、ほぼ近い見え方をします。なのでさっきの三分割法が綺麗に見えるよっていうのは、こういう黄金比からも証明ができるということです。で次ですね、撮影中に気をつけたいことというのがいくつかありまして、でまず一つ目は、基本的に固定で撮っておられたらほとんど気にすることはないんですけども、まあもし何て言うんですかね、長い黒板等があってとか、まあ、あるいは収録みたいなものを想定したときに、この喋る人が動きながら喋る場合って、画面から切れちゃったら当然アウトなので、じゃあ例えばカメラ誰か撮る人がいた時に、その人を追ってもらう、例えば木村先生をこうバーで移動しながら喋るような授業があったとしたら、当然カメラが追わないと被写体が切れてしまうので、そうやってカメラを動かす必要があることがあるでしょうと。でそういう時は何を気をつけないといけないかっていうと、いきなりカメラをガクッと動かしてしまうと、当然見る側って画面がバーンって動くんで、当然寄ってしまいますよね。じゃあそうしないようにどうすればいいかというと、基本的にはゆっくりと動かします。でそのカメラをその動画の撮影中に動かすことを横方向に動かすのをパンニング、縦に動かすのをチルティングという言い方をするんですけど、そのパンニングとチルティングのをこれをね、組み合わせると基本的に酔うって言われていますなんで斜めに振るようなことをすると酔うと言われています。なので、まあ、動かすときは、まあ、横に動かすんだったら横に動かすだけ、縦に動かすんだったら縦に動かすだけのどちらかにしてあげて、でなおかつ、まあ、バッて動かすんじゃなくて、まあ、徐々にその動いているものだったり人を追うようにゆっくり動かしてあげましょうと、一定の速度でっていうのが一つポイントです。でもう一つ、基本的にあの
収録をするときって、例えば自分で自分を撮るんだったら、録画のスイッチを押しました、で本人がここに来て、で中のことを喋りました、で終わったら止めに戻ってっていうことをするんですけど、まあ、これちょっと面倒くさいと思うんですけども、最初から最後までずっと録画しっぱにしておくと、後で当然切る必要が出てきますよね。例えばそのトピックの切れ目っていうのは絶対切ると思いますし、できれば録画段階で切ってあげてください。これはなんでかというと、当然取りっぱにしてしまうと、録画を続ければ続けるほどファイルの容量は増加していきます。で、例えばどのくらいですかね、30分くらい録画をして、でパソコンに取り込んだら、まあ、単位がギガバイト単位になるようなことって結構ザラなんですけど、編集段階でギガバイト単位のファイルを扱うのは結構、まあ、パソコンにとって負荷のかかることで、あまりしたくないんですね。なのでできるだけファイルはそのトピックごとに切ってあげるということをしてあげてください。で、その際なんですけど、そのトピックごとの切れ目で切った、その各ファイルごとの喋り始めと喋り終わり、要は後でこのパソコン上に取り込んだ時に編集点っていう呼び方をするんですけど、その切れ目になるところっていうのは絶対余白を1秒程度残してあげてほしいんです。っていうのは、話の切れ目だけ、トピックの切れ目だけでもなくて、もしぶっ通しでしている場合でも当然のことで、余白を残しておくと切ることができるんです。でも例えばずっと話し続けていて余白がないと、どこで切っていいか分からなくなったりとか、切ったところが不自然になってしまったりっていうことが当然起こりうるので、まあ、余白っていうのは必ず残してあげてください。ということでですね、ちょっと行き過ぎてしまったんですけど、さっきの構図の作り方っていうのを実際にお見せしたいなと思います。すいません、またお願いします。だから実際こう、はい、ホワイトボードの前に立つ、まあ、板書型の動画を作ると、はい、まずさっきの3分割法と呼ばれるものですね。3分割法だと、だいたい、すみません、さっきね、グリッド出るって言ったんですけど、写真モードだとグリッドが出るみたい。ビデオ出ないの？ビデオ出ないので、まあ、だいたいこの辺りだろうっていうのを想定していただくか、まあ、あるいはもう、それこそ撮影するデバイスにマーカーでも、なんかテープちょんちょんと貼っていただくようなことをしていただいたらいいのかなと思います。でそしたら例えばこういう形で撮る場合ですね。で、木村先生すいません、ちょっと内寄りに寄っていただいていいですか。はい、ありがとうございます。で今これがだいたい木村先生のこの背中が3分割した筋に撮っている形です。で当然、まあ、ちょっと安定しては見えるんですけど、ちょっと背景見にくいので、木村先生ちょっと端寄っていただけますか。はい、はい、そしたらだいたい今度5分割したところに選手を配置しました。そしたら背景はより広く見せることができます。で今度すいません、ホワイトボードの真ん中立っていただけますか。はい、そしたら、まあ、自然と背景は見ずに先生だけに目が行くような感じになるんですけど、まあ講義中、例えば講義を取った場合にこの講義中がずっとこの形だったら当然後ろ何も見えないので、まあ、この撮り方はどういう時に有効かというと、なんですか、ね、イントロとか終わりの時、まとめをする時に、だから最初はここからスタート、皆さんこんにちはみたいな形でスタートすると、はい、したら、まあ、当然その最初の間はずっとその真ん中の車体だけを見てくれるので、でいざメインボディが始まれば、まあ、端に、そうですね、ですからここで、はい、じゃあ今日はもう頑張りましょうっつって、ここで一回編集かけて、はい、次映る時には5分割のここからスタートみたいな、はい、ただ僕体がごつすぎて5分割法でもスライドが見えないで実はあるんですあのっていうのが、すみません、ちょっと余談なんですけど、あのさっきの P0 をやってた時に、あのアシスタントの天笠さんっていう女の子がいるんですけど、めっちゃ細身の子なんですよ。でまあご存知の木村先生とこう毎回対比をなしているような感じだったので、ちょっと天笠さんの置き方と木村先生の置き方って結構
余白を持たしながら置かないと木村先生の肩が切れちゃうとかそういうことがあったので、まあ、基本的には人に合わせる。そうですね。ですから教員の体格もどのようなタイプの動画教材を選ぶかの重要な決定ファクターになるかもしれないです、はい、なので例えば木村先生と三分割法を組み合わせると白板がほとんど隠れて見えないということも起こりうるのですいません。なので、まあ、要はその人と物を写しているときは要はそれぞれの画面に占める割合を考えてあげましょうということなんですよ。なんですまあ、なかなか僕も一昨年くらいまでこれを感覚でこのやり方だと気持ちいいだろうというふうにやってたのでうまく説明するのが難しいんですけど、まあ、実際どういうふうに撮ればいいのって結構悩みだと思うんですけど、結構ウェブ上にこういう類の動画は同ジャンルのもので結構いっぱい上がってるので、ぜひそういうものってプロが作られたものも多いのでご覧になっていただいて、でそれを真似するところから始めてみてください。でその真似したものをそのうち自分のものになるようにっていうのをしていただけたら、テルテに言うとパンしまくて酔うわ結局これ動きまくるとやっぱ酔うんですよね。で例えばですね、さっきの何でしたっけ、カメラを動かす際は一方向にゆっくり動かしましょうというやつはどういうことかというと、例えばですね、例えば先生が前でずっと動きながらこのスクリーンを使ってプレゼンをしているものがあったりします、はい、で左行ったり右行ったりというのがあると当然折ったりするんですよ、こんな感じ でこれが例えば急にガッて行って折ったりとかすると当然見てる側は酔いますよねっていうことですとか、まあ、動かし方がこう斜めになってしまったりとかしても当然酔うので、まあ、ピタッと一方向でゆっくりとこうそっと動かしてあげましょうっていうのが、まあ、動くときの注意です。はい、ありがとうございます。ということで、注意点は一通りお話ししました。でスライドに戻りまして、次回のお話をしたいんですけど、次回は Facebook のイベントがもうできて、あ、そうそう、はい、ちょっと先作るの失敗したから一回消したけど、またすぐ作ります。あ、はい多分間もなく Facebook のイベント上で告知がされると思うんですけども、次回は9月6日土曜日のこの時間にまたこの場所で行いたいと思います。で、ここまでに、この次の時までに、実際に皆さんにそれぞれが想定されている動画教材の撮影をしてきていただきたいなと思います。で、多分先生方によって思うのどういう形の動画教材を作りたいというのは異なると思うの でこの後質疑応答の時間を設けますので、その中でちょっと個々にご相談させていただけたら、その必要なアドバイスを返させていただきますので、まあ、という宿題を。そうですね、はい、まあ板書型にされるのか、キャプチャー型にされるのか、スライド型にされるのか、まあ、それぞれちょっとソフトとか使うものとかがソリューションが変わってきますので、まあ、それをですね、まずはちょっと超大なものを作れってわけではございませんので、もうほんと10分程度のもので結構ですから、ちょっと実際作ってみようと、で、まあ、1回で完結する話っていうのはどうしても語学のね、我々語学っていうのは継続学習が肝ですから、1本だけで完結っていうのはちょっとまあ難しいと思うんですが、まあ、何かちょっとテストケースということでお考えいただいてですね、でそれに関してその個々にちょっとコンサルテーションさせていただくという、ことにしたいと思います。でちなみに、あ、これ何、はい、あ、次持ってきてもらうもの、 あ、いいですか、どうぞ、はい、で、まあ、とりあえず次回、お越しいただけるときには、撮影で使用したそのデバイスですね、まあここではスマホタブレットって言ってるんですけど、もし家庭用のビデオカメラを使いたいですということでしたら別にそれでも構いません。そしたらそれをお持ちください。で、それプラス、次回の編集講座
ですので、実際に皆さんにラップトップを開いていただいて、僕と一緒にその触っていただきながら、編集ソフトにこういうことができますよっていうのを実際にやってみたいなと思うので、まあ、ラップトップをお持ちいただきたいです。で、Windows だったら Windows のムービーメーカーで、Mac だったら iMovie、それぞれ2012というバージョンがフリーでダウンロードできるはずですので、それをダウンロードしてください。で、Windows の方は、合わせて、これネット上で検索かけていただいたらいいんですけど、K-Lite Codec Pack っていう、要はいろんな形式の動画を読み込むための、まあ、なんていうんですかね、コンポーネントって呼ばれるそのソフトウェアを保管するためのものがネット上にありまして、でこれフリーですのでちょっとアクセスしてインストールしていただければと思います。っていうのが何でかと言いますと、例えば iPhone で動画を撮るじゃないですか。で iPhone で撮った動画を Mac に取り込んだら Mac でそのまま再生もできるし、どんな編集ソフトに取り込んでも編集することができるんですが、Windows だとこれが跳ねられてしまいまして、その形式が合わないので読み込めませんみたいなエラーが出ます。でっていうのが何でかっていうと、この Mac と Windows でそれぞれ読み込める動画の形式の種類が違うからなんですね。で、まあ、今ここにいらっしゃる方はほとんどが iOS のデバイスということなので、iOS で撮ったデバイスの動画っていうのは、まあ、MP4 ないしは MOV という形の形式の動画になります。多分ファイル名の後ろに .mov とか .mp4 って書かれていると思います。それが拡張子と呼ばれるファイルの形式のことです。でその MP4 とか MOV っていうのは Apple が提唱した動画の形式なので、これは Mac で当然そのままネイティブで読み込むことができますが、 Windows だと跳ねられてしまいます。なので、まあ、それを Windows で読めるようにしましょうというのがこの K-Lite Codec Pack というものですね。ちょっと検索かけてみましょうか。いや、まあ、このスライド自体をうちの研究部会のページにも上げておきましたし、スライドシェアも先ほどアップロードしましたので、はい、まあご自宅でもで確認していただくこともできます。はい、ですか。はい、K ライトコーデックパックというのを検索をかけますと、ここにできます。で、これを入れますと何ができるかというと、要はここに書いてある AVI、MKV、MP4、FLV、MPEG 等々の、まあ、いろんな形式の動画だったり、あるいは MP3、M4A、AAC というのはこれ音の形式ですね。いろんなものが Windows でも自在に読み込めますよっていう、まあ、便利アイテムです。ぜひこれをダウンロードしていただきたいなと思います。でこれは、まあ、Windows だったら XP 以降のものだったら全部ダウンロードできますので、でここでダウンロードベーシックというのをクリックしていただいて、でダウンロードのところにミラーと呼ばれるものがありますので、こちらをクリックしていただいたらインストーラーがダウンロードされて、でそのインストーラーを開いてあげたら自動的にインストールされるという形になります。というわけでですね、今回はちょっと撮影のノウハウを、家永君に喋っていただきまして、もう話すことは、はい、以上以上ですか。ぜひちょっと何か撮ってきていただく、あるいはキャプチャーしたいという方はこの後、ここ一応7工事も撮ってますので、キャプチャー動画を作りたいという方はキャプチャー用のソフトウェアを、お教えいたしますので、まあ、参考にしていただければと、まあ、次回9月6日ですね、夏休みの宿題を我々も、学生たちと同様にですねやってくるということでよろしくお願いします。今日は立命館大学生命科学部から家永大輔君に講師として、お話をしていただきました。どうもありがとう。